ここ、おっと、逆をつかれたように野村大地取っています。バットの先だったか。ランナーはそのままです。逆方向、レフト前突っ込んできた、取ってナイスプレイ、奥村が取りました。ピッチャー抜かれる、ショート追いついた小川、二塁とサウト、一塁送球はセーフ。小川が追いついてからのトス、一塁ランナーはアウトにしています。ランナー入れ替わりました。お伝えしました。逆方向、レフト伸びていきます。うまくここは追いつきました。レフト奥村、伸びていく打球ライナー。まあプロ野球のキャンプを見てると、こういう追い方の練習というのは本当に外野の選手と。サードライナー、安田反応しました。滝沢の打球処理しています。ここはいい反応を見せました。滝沢としてもいいやとかは、あの早くあのできるのかなと思いますけどね。あ、自ら三振か。フィールディングのうまさも見せました。山下俊平が4回を終えて、カーブクッと待って、矢沢サードゴロ、うまく西野さばいて一塁送球、足が速いがアウト。ここは西野も好プレー。俊足の矢沢に対してショートバウンド取ってから素早く一塁送球、アウトにしてみせました西野です。山下6回を投げ切っています。これだよね。自身2度目の完封も見えていますが、セデーニョの当たりはライト、ライト線破っていった。セデーニョ一塁蹴ったところでストップ。これは万波の肩、これが万波がライトにいる抑止力。いやー、このライト線の当たり、しかもこれくるっと回ってということになりますよね。ノーステップです。このさどうですか、形ですからね、はい、投げてからの勝負ですね。サード栗原よく取った、一塁送りました。栗原のナイスプレーです。モイネロ、この回三者凡退、今日初めての三者凡退ということで3回は0点に抑えています。それでも回したいですよね。まさき、セカンド取った、一塁はアウトになりました。ヒット性の当たりだったんですが、セカンドの方が掴んで一塁を送りました。やっぱり芯に当たってないですね。